ばんは、キラキラクッキングチャンネルです。今回はスタディウィズミー動画第2弾。イエーイ。さあ、前回動画アップしてからちょっと時間が経ってしまいまして、季節はすっかり秋ですね。野菜ソムリエの道の動画第1弾で、私夏が終わるまでに資格を取ると大きな口を叩いてしまいましたが、実際はもう秋になってしまいました。ここからもう気合を入れ直して本気で頑張っていきたいと思います。いきましょう。年内資格試験を受けます。頑張ります。これだけはもう皆さんこれ見てくださっているので、ここは裏切りませんね。頑張っていきます。今回もこの野菜ソムリエ養成講座共通テキストを使って勉強していきたいと思います。見てください、これ1枚だけですけど、ちゃんと付箋も貼って勉強頑張ってるんです。最近はお家でもちゃんとテキスト開いて、ちょっと手に馴染んでる感じ、マイリスト感もあって、どんどん自分の相棒になってくれてます。今回の動画の勉強時間は、少しちょっと動画にバリエーションを持たしたいなと思いまして、前回は1時間だったので45分で設定しました。1時間はちょっと長いかなっていう方も45分一緒に頑張ってみてください。では準備はよろしいでしょうか。いきましょう。よーい、スタート。
べるのがいいんだそうです。Thank you.
どちらの方が煮汁の量が多いと思いますか？これは被るくらいの方が煮汁が多いんですって。ひたひただと材料が煮汁の表面からちょっと出てるのがひたひたっていうみたいで、被るくらいなのは煮汁が材料全部こう覆っている、被りきっている状態のことを言うんだそうです。
皆さんお疲れ様でした。45分経ちましたよ。いやー、45分間お疲れ様でした。いかがでしたか？集中できましたか？野菜ソムリエの勉強って楽しいんですよね。野菜や果物、基本的な知識を学ぶのはもちろんなんですが、野菜の切り方であったり、野菜の栄養素に合わせた組み合わせ方とか、もう料理をやっていてすごく勉強になるようなことが多いんです。なので、こう一回一通り目は通してるんですけど、テキストを見るたびにへーってなることがたくさんありました。今回は45分の間に皆さんにいろいろと問題などを出させていただきましたが、いかがでしたでしょうか？一緒に勉強しているような感覚になっていただけたら嬉しいです。さあ、ちょっと年内に資格を取ると目標を掲げましたので、ここからはもう本腰を入れて、この相棒とともに駆け抜けていきたいと思います。ということで、資格取得頑張ってと応援してくださる方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた近いうちに動画をアップします。またお会いしましょう。ありがとうございました。